ブロックカウンティは、アメリカ海軍の戦車揚陸艦。LST-491 級、戦車揚陸艦の一隻。艦名は、ジョージア州のブロック軍にちなむ。LST-509 は1943年10月7日に、インディアナ州ジェファーソンビルのジェファーソンビルボートマリーンカンパニーで寄港し、 1943年11月23日に、ドロシーエルニムズ沿岸警備隊中尉によって、浸水。1944年1月20日に、JB マルコム予備役大佐の指揮下収益した。第二次世界大戦の間、LST-509 は、ヨーロッパ戦線に配備され、1944年6月には、ノルマンディ上陸作戦に参加した。 戦後アメリカに帰還し、1955年7月1日にブロックカウンティーと命名された。1966年に再収益し、ベトナム戦争に参加する。その任務は、主として沿岸の海兵隊基地に食料を運搬することであった。その他の任務としては、沿岸でのピケ、マーケットタイム作戦での補給、パトロール定乗員の休養や、ベトコンの通信、 補給路の破壊であった。ブロックカウンティは、クアベト川を航行中に冬嫌いに接触して、右ンスクリューと火事を破損した。ダナンで修理が行われるまで、左玄一軸で作戦活動を行う。1969年には、沖縄に向かう途中に、台風のため大きく損傷し、応急修理を行った後佐世保でドック入りした。 1970年4月8日、ブロックカウンティは退役し、防衛援助プログラムに従って、南ベトナムに移管、クイニョンと命名された。ベトナム戦争が終了すると、ベトナム人民海軍所属となり、看板号も h q 5 0 5に改められた。1988年のスプラトリー諸島海戦で、クイニョンは中国海軍のフリーゲート高田によって大きく損傷した。 ベトナム海軍はクイニョンをカムラン湾に栄光して修理しようと試みたが、不幸にもその途中で沈没した。艦とその乗組員はベトナム軍の英雄と称えられた。LST-509 は第二次世界大戦の先行で1個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。